アメリカ陸軍看護隊の希少、レジスタードナースとは、登録看護師。略称は RN。日本では、性看護師、または、交換という属称で言われ、準看護師でない看護師のことを指す。アメリカ合衆国などでは看護師を卒業した、看護プログラム及び取得するために、国、州、地方、または類似の政府認可のライセンス隊によって、外接要件満たした。 看護のライセンスを定めており RN の実施範囲は法律によって決定され専門機関または評議会によって規制されています2011年時点で中国では2.24万人の登録看護師2014年には米国には約275万1000人の登録看護師がおりカナダには25万人強が登録されていた米国とカナダでは これは1000人あたり約8人の看護師に当てはまる。労働統計局によると、登録看護職は2016年から2026年の間25%増加すると予測されており、これは平均的な全体の割合よりもはるかに早い。米国の成長率は予防ケアへの関心の高まり、慢性疾患の増加、ベビーブーム世代が必要とするサービスの需要など、 様々な理由によるものである。米国で最も給与の高い登録看護師はカリフォルニアにいる。カリフォルニアの都市は多くの場合、国内の登録看護師にとって最も給与の高いライト試圏の上位5つを構成している。ほとんどの登録看護師は競争力のある給与で働き始めます。労働統計局によると、 登録看護師の年収の中央値は2020年6月の時点で年間8万ドルでした。2015年の RN の最低10%の収入は7万ドル未満で最高10%の収入は10万1360ドルを超えている。ありがとうございます。